大量の木と土砂が道路に流れ込み、道を塞いでいます。午前7時半ごろ、ラウス町・三崎町の道道で土砂崩れが起きていますと消防に通報がありました。警察によりますと、この土砂崩れによるけが人はいませんが、この影響で道道のおよそ2.3キロが通行止めとなっています。町によりますと、 道道沿いの山の上にある水道施設の水道管が何らかの理由で壊れ土砂が流出した可能性があるということです現場の道道87号は知床半島のラウス川を走り半島の先端側の住民にとっては町の中心部へ通じる唯一の道です 土砂崩れ現場から半島の先端にかけては104世帯265人が住んでいて現在孤立状態となっています。ラオス庁によりますと水や電気などのライフラインに影響はありませんが今日は波が高く船の運航もできない状態だということです。今日はさ、いやさほど心配ないと思うんですけど、なん、はい、だか人出たと困るよね。土砂が多いからね。道路を管理する道は。 正午頃から重機を使って土砂の撤去を始めていますが、開通のめどは立っていません。土砂の撤去作業に伴って、町内の一部地域では今後停電が発生する予定です。